クラウディオ・アンドレス・ブラーボ・ムニョスは、チリ部員出身のサッカー選手。レアル・ベティス所属。チリ代表。ポジションはゴールキーパー。クラウディオ・ブラボと表記されることもある。2002年に CSD コロコロからデビューし、2006年までに140試合以上に出場した。2006年7月12日。 スペインのレアルソシエダに移籍金120万ユーロの5年契約で移籍し10月22日の RCD マジョルカ戦でデビューした29試合に出場し MVP 級の活躍を見せたが2006から07シーズン終了後にチームはセグンダ・ディビシオン降格となった2007から08シーズンはハエ抜きのアシエル・リエス後にポジションを奪われ1試合も 出場できなかった。2008から09シーズンは、リース後がレクレアティーボウエルバにレンタル移籍したため、ポジションを取り戻した。この年、リーグ最小失点だったこともあり、2部の最優秀 GK に選ばれた。2009から10シーズンはシーズンを通じて上位をキープし、2010年2月14日のジムナスティックタラゴナ戦では直接フリーキックを決め、 プロキャリア初の得点を挙げた。しかし、3月27日のコレドバシー F 戦で膝を負傷し、その後のシーズンを棒に振ってしまった。その後、南アフリカ W 杯のチリ代表メンバー23人に選ばれたためチームを離脱。6月13日のセルタデビー5戦でチームは最終節1試合を残してプリメーラディビッシオン昇格を決めた。 2014年6月25日、FC バルセロナへ移籍することが発表された。10月4日のラーヨ・バジェカーの戦にて、ペドロ・マリア・アルトラの持つ開幕からの560分継続、無失点記録を更新し、最終的に755分の開幕継続、無失点記録を樹立した。最終的に37試合出場で19失点に、抑え、リーガ・エスパニョラ優勝に貢献した。 しかし、マルク・アンドレ・テアシュ・テイゲンとの g 形ローテーション性に不満を持ち、2016年8月、FC バルセロナの元監督であるジョセップ・グアルディオラの誘いもありマンチェスター・シティ FC に移籍が決定。開幕当初は、スタメンとしてプレーしていたが、枠内シュートでの被弾率が、リーグワーストを記録するなど低調なパフォーマンスが目立ち、シーズン後半は控えに降格。 さらに2017年夏にエデルソンが加入して以降は第 2GK に降格。2020年8月19日に契約満了で退団した。2020年8月30日、レアルベティスト2年契約を結んだ。U-17、U-20、U-23 世代のチリ代表に選ばれた経験がある。2004年7月11日、 コパアメリカのパラグアイ戦でチリエ代表デビューした。2006FIFA ワールドカップ南米予選後は一旦代表を離れたが、ベネズエラで開かれたコパアメリカ2007で復帰し、4試合に先発出場した。マルセロ・サラスの引退後代表のキャプテンを任された。2010年6月1日、2010FIFA ワールドカップに臨むチリ代表23人に選ばれた。 生じ意として出場したこの大会ではスペイン戦で失点につながるミスなどもあったがグループリーグ三試合をスペイン戦の二失点のみに抑えた決勝トーナメント一回戦でブラジルに敗れたが三大会ぶりのベスト十六進出に貢献した二千十六年三月二十四日二千十八 f i f a ワールドカップ南米予選のアルゼンチン戦に出場しチリ人としては 初となる代表100試合出場を達成した。しかしチームはワールドカップ本戦出場を逃し、さらにはブラーボの妻と母が同僚のアルトゥーロビダルを批判したことで彼と犬猿の中になったと報じられている。そこからしばらく代表からは遠ざかっていたが、2019年8月29日に2年ぶりに復帰した。 コパアメリカ2015での優勝国際 A マッチ106試合、0得点コロコロレアルソシエダ、バルセロナマンチェスターシティチリ代表。ありがとうございます。